こんなところか、毛徳。十分であろう。爺様から譲り受けた蓄えもあらかた出し尽くした。これが今のわしの力、全勢力よ。行くとしよう。炎症を待たせても悪い。お待ちください。そう、分裂、共に戦いたく馳せ参じました。分裂よ、お主は確か五軍におったはず。その闘気を押してここまで参ったのか。おじゅう、殿が立つと聞き、いても立ってもいられませんでした。それに同じ空の下ならどんな距離だろうと苦ではありません。そうか、お主の参陣、妨害の喜びよ。分裂よ、お主こそ宗家千里の駒、これより我が戦の先駆けとなるのだ。ここまではなんとかといったところです。これから両夫が出てくればさらなる策が必要になるでしょう。うん、それはお前に任せる。ガコートン殿、俺の固めなどどうということはない。所詮鼻先の敵しか見えぬ目だ。お前たち軍師は戦場全体を見通せよ。その頭を目として俺は戦おう。承知しました。さて、両夫どもを返り討ちにするぞ。純勇殿、関東での働きは素晴らしかったね。あの戦、あなたが炎症の急所をついたようなものだ。いえ、俺の働きなど各家殿たちに比べれば微々たるものでしかありません。関東の件はたまたま敵が話を漏らした相手が俺だったというだけで、俺はただ得た情報に対して最善と思える対処を殿に申し上げたまでです。ずいぶん謙遜するんだね。純勇殿らしいといえばらしいけれど、俺はどうも性分というのでしょうか、
人の先に立って戦を描くというのが増えてです。黙って何かをするのは苦ではないのですが、あなたや文尺殿、角殿のようにはなかなか。リン、おや、俺の名前を出すおしゃべりがいると思ったら純友殿か。酒が入ると口がよく回るようだ。角殿、邪魔して悪かった。俺はよそでチビチビやらせてもらうよ。些細ないたずらであれ、体型であれ、彼の人を驚かす際は見事なものだ。はあ、角殿にはかないません。そう言われると困ってしまうな。あなたにも私の後を任せたいと思っているのに。角角殿、いや、何でもない。純友殿には純友殿の良さがある。特に私の先にどこまでも付き合ってくれるところがいいね。あなた以上の友はいないよ。はい、どこまでも付き合いますよ。だぜ。なあおい、散々追い回してくれやがってよ。相手は一人だ、行け。これまでの動きすべてこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎、痛恨よな。
な戦であった。ここで王子に撃たれること我が誇りとしよう。神の音義を貫いた。今ここで果てようとも悔いはない。ふん、気取る余裕があるならば構えろ。立ち合い切り伏せてこそ貴様との因縁も断ち切れるというものだ。承知つかまつった。いざ。欲しいと思われますか。いや、希代の英雄ではあったろうが、どこまでも敵であった。ならば奴もわしが踏み越えてきた男たちの一人に過ぎぬ。それが乱世のありようであると。だがこれで天下は大きく動くであろうな。関羽が去り、そしていずれわしや劉備らが去り、時代は士官やお主らのものとなる。その時天下はどのような姿を描くのか、それを思うと楽しみでもあり、また悔しくもある。やはりどこまでも見届けたいと思われますか。無論だが、ひとたる身にはかなわぬ夢。いや、だからこそ人はその生を燃やすのであろうな。時に芝居よ、士官をどう見る、わしを継ぐに足るか。聡明であらせられると存じます。ですが、目指す先は殿とは異なっておいでか。うん、それでいい。己が信じる道を行くことこそ覇道を継ぐということに。今は一魂去りし時と来たる世に灰を掲げようぞ。はあ、まさかあの右近将軍まで降伏しちまうなんてな。どうなるんだろうな、俺ら。このままじゃ、飢えて死ぬか、病にかかって死ぬか。はあ、いっそ、溺れ死ぬ方が楽かもな。もはや、軍の体を成しておらぬか。あたら兵を損ねることはない。ここは、自分の首一つで。おっと、お待ちを。宗神殿、それは早計というものですよ。万長殿、秘策が終わりか。ええ、一つとっておきの手があります。それは諦めないことですよ。
必ず援軍は来ると信じ戦い続けることです。どうです、奇策ではありませんが無理難題でもないでしょう。そんなことも自分は見失いかけていたが、さあ手中に勝つ求めてみましょう。うん、皆気力を奮い立たせよ。我ら神器を束ねこの逆境に打ち勝たん。陛下ご即位おめでとうございます。ふん、陛下などと改まる必要はない。はあ、中達よ、お前に問う。なぜ父は宋孟徳は義王であった、望めば禅譲などたやすかったであろう。曹操殿の主眼は治世の回復にありました。そのためには官室の護持と復権こそ最も効果的な手段とお考えになったのでしょう。一度は腐りかけたものであってもか、未知の可能性より見知った安らぎを求める。人心とはそのようなものでありましょう。いい問答だった、中達よ。おかげで己の進む道を改めて確信できた。私は何者をも仰ぎ見ず、何者をもいただかず、この手で天下を新たにしてみせる。葬儀の波動ここから真に始まるのだ。ごとの命を破棄されるのですか。当然だ。官を討つという共通の目的を果たした今、すでに呉は我らを攻める算段を立てているだろう。確かに呉は再び蜀と盟を結んだ。いずれ両面からこちらを攻める可能性は高いでしょう。それとて我らという共通の敵がある間だけであろう。つまり盟など一時の方便に過ぎんということだ。その方便で他者が己を裏切る前にこちらから相手を切るということですな。違うな、中達よ。そもそも判断とはただ理に照らすべきもの。そこにさまつな情を交えるゆえ裏切る裏切られるなどと考えるのだ。慶賀感服いたしました。もはや何者と命を結ぶこともない。乱世を終えるため呉も蜀も徹底的に叩くぞ。ついに蜀がこちらへと軍を向け。え、劉備の死からここまで思いのほか早かったですね。この動き周到にして緻密な準備あってこそよ。失礼、これは芝居殿。慶州喪失後蜀はすぐさま呉と盟を回復し、さらには南方を威武している。すべてがこの北進への布石。
そして全ては諸葛亮一人の差配によるものよ。なんと、うわっ。ではこの度の軍も諸葛亮が。うわっ。芝居殿、どこか嬉しそうですね。希代の使者と謳われる諸葛亮と対するのだ。地を磨ききた者としてこれがたぎらずにいられるか。来るがいい諸葛亮、葬儀に芝忠達の地ありと胸に刻みつけてやる。下降というのはどこへ行こうというのだ。ダンスはまだ終わってはおらんのか。関羽は倒した。毛徳の波動を遮る者はもうおらんだろうよ。うん、お主の中の関羽をそこまでにしたのはわしかもしれん。毛徳、何よ。確かに関羽は強く大きい男だった。だがわしが混迷の世を戦い歩んでこられたのは全てお主あればこそ。我らの波動、己だけ先に降りるなどと言うてくれるな。らしくもない。一人では心細いというのか。安心しろ、天元は撤回だ。毛徳の命ある限り共に進むと約束してやる。感謝するぞ、加工という。そうしてくれ。思えば初めてまみえたのは山の中だった。虎よりも恐ろしい巨漢、噂話もバカにならんと思ったぞ。それが気がつけば殿の親衛隊長、一番の信頼を得た側近になったってんだから面白いもんだ。天意はよ、すっごく強いのにオイラにもすっごく優しかったんだぞ。一緒に殿を守ろうなっていろいろ教えてくれてな。おいおい、何湿っぽくなってんだ。今日はあいつの思い出を魚に楽しくやろうってのが趣旨だ。そうですよね殿。うん。あれ、殿までそんな感じですか。まあ、それならそれで。あの夜、お主がおらねばわしの命脈は尽きていた。殿、ご無事で。アクライ、我が無双の盾よ。五軍が攻めてきた模様。長領殿。まさか合皮に舞い戻っていようとは。合皮に超文言があり、この符がある限り孫悟など恐れるに足らず。いざ我に続け。漢中は職に帰したが、慶州は五が奪った。
その上ゆえに尊敬を進めずにはいられまい。流行相打つまで兵を動かさぬよう少々に厳命せよ。と一通だけ書かねばならぬ。それが終われば休む。本当だな。ああ、天下は未だ定まらぬ。故に我が葬儀は古式に従うべからず。喪に服す必要はなし。将兵は持ち場を離れることなき、おのおのが職務を全うせよ。ただひととき見逃せ。巨長よ。総妃様、どうなさったのか。お前を召し上げに来た。その経験を生かして我が近衛兵を率い、そしてゆくゆくは葬儀を支える猛者たちを育てるのだ。おいらが育てる？できんとは言わせぬぞ。不毛の地と言われたこの場所でこれだけの作物を育てるお前だ。人を育てることくらい朝飯前だ。人も畑も同じか。総妃様、わかっただよ。おいらもう一度頑張ってみるだ。隠れて寝て出てこいや。はい、すみません。隠れているつもりはなかったのですが。まあ、縁おじ様、こんなところでお会いできるなんて。お嬢じゃねえか。こんなところはこっちのセリフだぜ。すみません、私ったらはしたない。お前、職の長妃の奥方になったんだろう。それがこの俺が取ったばかりの冠中をうろついてる。何が狙いだ。縁おじ様、私は森を散策していただけ。本当にそれだけです。そうかよ。じゃあそういうことにしてやる。本当、ジョーは変わらねえな。何の因果か、俺のせがれがお嬢にそっくりなんだ。こんなご時世でなけりゃ会わせてやりたかったぜ。ええ、私の子供たちにも。
な。会えて嬉しかったぜ。はい、エンおじ様もお元気で。ああ、お嬢、帰ったら旦那に伝えてくれ。艦中は絶対に譲らねえ。この過去を明細様がいる限りってな。あなたのような米将軍がなぜひっそりと鍛錬など。部下たちの連兵の間に自らを同時に鍛えることなどできない。拙者は不器用なのでござる。ご謙遜。いや、本当だ。拙者のような武骨者がやっていけるのは曹操殿、曹丕殿と名君が続いたからこそ、その強行に報いるためにもより一層の功績を挙げねばならぬ。それはこちらも同じこと。お前のような有能無視たる人材がいればこそ、この先も葬儀は中原の覇者として存続する。上皇、これからもその力を頼みにしているぞ。はっ、ありがたき幸せにござる。将軍、ご覧になっていますか。あなたから受け継いだ軍団はさらなる進化を遂げています。さあ、美麗に優雅に。将校殿の連兵、なんと激しい。この一糸乱れぬ動きこそが華麗な行使を可能にするのです。わかりましたね。はい。私もでは、磨きをかけた究極の美、ご覧に入れましょう。いざ。ねえ、遊ぼうよ。どうしようかね。そうだったんですか。いらっしゃいませ。すまん、酒を。あと、住まいも適当に頼む。はーい、少々お待ちを。へい、お待ち。うん、かたじけない。もしかして宗神様じゃないですか。いかにも。いや、久しぶりのご来店ですな。まさか葬儀の大将軍がこうしてお忍びで。天主、頼む。これ以上喧伝せんでもらえないだろうか。自分にはそのいろいろと立場がある。なるほど、承知しましたぜ。あっ、
宗神様が若い頃やんちゃしてたこともこの親父の胸の内に留めておきますんで。それはありがたい。この芳醇さ、初めて口にするブドウ酒。遥か西からの品か。御意、僭越ながらこたびの義弟誕生を受けましての私からの献上品にございます。ふん、やるな。恐れ入ります。いまだ私の知らぬつてを持っているとは忠達。お前にはやはり脳がある。騙し討ちのように我が口に運ばせたのには感心せんがな。これは大変失礼を。こちらは下げさせますゆう、どうかお許しを。せっかくの祝いだ。このまま飲み干してやろう。私の目が届くうちはお前は忠実な家臣となりつつ。そうであろう忠達よ。もちろんでございます。ならば同じく野心を抱く者として見ているがいい。私が天下を一つに滑る様を。冷えてまいりましたわ。中に戻り。我が君、まさか、まさかお加減でも。うん、真よ、案じることはない。最高の調べに聞き入っていただけだ。我が君、義弟に安らぎを与えられるのは永遠に傍らに咲く麗しき花、そなただけ。素敵ですわね。明るくて輝きに満ちていて、聞いているだけで励まされるような旋律ですわ。ですが、ずいぶん雰囲気が変わりましたね。以前は優秀な才を感じさせながらも、もっと優秀に満ちた曲調でしたが。そうですね。あの頃は乱世はただ悲しく残酷なものだと思っていましたから。でもその中にあっても懸命に生きる人がいる。未来を信じて戦う人がいる。私は時代に伝えたいのです。皆様に教えていただいた希望の光を。
そういえば、芝居殿、あんたはこの先どう動くつもりなんだ。まあ、少なくとも宗妃殿が健在のうちはおとなしくしてほしいものだ。おっしゃる意味が分かりかねますが、閣下殿、淳育殿、淳裕殿、皆あんたのように切れ者だった。今の宗妃は彼らが描いた未来図に近い。だが、あんたは違う。宗王だと高い官位を誇示しているにもかかわらず、くすぶる野心を感じるんだ。あなたも私と同じ宮廷での地位にこだわらない方だと存じております。俺はそもそも後進、そのあたりには関係ないよそ者だ。だからこそ見えてくるものがあるんだ。あなたのような方がいる限り、葬儀も安泰ですよ。この国の軍師はただ者じゃない奴ばかりだ。この啓示、天下の勇士、義の未来のために失うわけにはいかん。いかに。宝霊め、これより活路を開いてまいる。ほうと聞こう。それがし、引いて守れるものはなし。死の本とくとご覧あれ。僕ぞ申してくれた。宝徳殿、お頼み申す。承知。殿の活躍で我らは無事撤退できた。今宵はそなたをねぎらうため酒席を用意しよう。ならば皆私についてきてくれるでしょうか。もちろんだ。最後は大井殿一人にならぬよう猛者たちを揃えると約束する。それは楽しみですつ。痩せるのかしら。もう会いたくてたまらないわ。私の悪夢は覚めない。唯一望むものをこの胸に書き抱くまで。閣殿。お？閣下殿の行方をご存知ですか？いや、残念ながら。そうですか。無理が効くお体ではないのに、一体どちらへ？
ッカ様。今日はいい酒が入ってますよ。もちろんとびきりの美女もおります。それは魅力的なお誘いだね。お言葉に甘えて今からお邪魔しようかな。あとのことは全て託してきたからね。さあ行こうか。はい。人の性は儚くも美しい。だからこそ大いに楽しまなければね。いろいろあった戦も一段落。こうして三人で馬を並べて帰れるなんてな。この戦い、私にとっても貴重な経験となった。李天殿、そして学信殿にも感謝せねば。そんな、恐縮です。私こそ、お二人にどんなに感謝しても足りません。顔面な考えを捨て、仲間のために尽くす、それが勝利につながるのだと、よくわかりました。あれほどまでに一番槍に固執していた自分が恥ずかしい限りです。何の、私も少々不遜が過ぎる部分があった。それ言うなら俺も我慢が足りなかったよ。こちらこそ不仲をまた蒸し返してしまい恐縮です。あ、城が見えてきました。ここは私が先に向かい、到着を皆に知らせてきましょう。おいおい、一番槍はやめたんじゃなかったのかよ。いかにも。殿、林万世参上しましたよ。うん、合皮の戦後処理が忙しい中よく来てくれた。李天佑、今日呼び出したのは他でもない、人民の統治をする気がないかと聞きたくてな。それって俺に第一線を離れろってことですよね。非常な命に感じるか。だがその感があれば民の心情を汲み取ることも易い。お主の適性を見て判断したまでよ。それに今のお主の状態からしても悪い話ではなかろう。やはり気づいていらしたんですね。うん、俺最近自分に嫌な予感しかしないんです。多分この先また戦場に出てもどこかで大穴開けてしまいそうで。ここで殿の言う通りにした方がいいって勘は言ってますけど、それ以上に仲間たちとまだ戦場に出ていたい。その思いが驚くほど強いんです。またうまく説明できてないですけど。李天佑、よくぞ申した。ならばお主の望むままに行くがいい。なんて言ったらいいか、俺。あなたの旗揚げから信じてついてきて幸せでした。
殿。右分足帰還いたしました。右近、それを事前の策というのか。は、確かにお主が降伏をすればそれが策だと誰も思うまい。しかし関は義に熱い男、投降した我らのため残り少ない兵糧を分け与えることでしょう。食料に窮し焦って出てきたところを撃つ、その役目は加工トン殿らに。だがお主の名声は地に落ちよう。この戦どこに落とし穴があるか分かりません。予想外の事態で殿の天下が遠のくことがあってはならぬのです。ユキ、お主はこのことは殿の胸中のみ。右近よ、裏切り者が元の主君の墓参りとは、あの世の父に名誉の回復でも願いに来たか。いえ、投降者には重き罰。軍規は厳格なもの、例外は許されません。武金よ、大義であった。父に代わって礼を言おう。こたびの活躍はお主なりの謝罪の意ということか。いいえ、義公につき帝を超える権力を持つのは断りに反すること。私は今でもそう考えています。ですが殿のために力を尽くすという決意は変わりません。乱世の収束、そこへの近道は殿に天下を取っていただくことですから。とう、お主の望みのためにわしを利用すると。そう取っていただいても構いません。王佐の祭の見送り以外何がある。いい加減愚問をそのまま口に上らせるのをやめろ。はっ、ありがたき幸せ。まあいい、それでこそ我が友。乱世においてお前の正直一途な将は諸派であろう。だが案ずるな、この総士官ある限りその純良さは宝刀のごとき価値がある。そこまでおっしゃっていただけるとは。士官殿のお言葉胸に刻みました。俺は宗家千里の駒、これよりも宗義の未来を背に寄せ走り続けると誓いましょう。この罠は諸葛亮の赤壁八陣を元にしています。敵を惑わす構造は踏襲しつつ改良を加えました。ほう。ああ、うっかり壁などに触れないようご注意を。仕掛けが作動してしまってはことですので。
うん、そうだな。気をつけるとしよう。通路そのものにも思考を凝らしました。奥深く入り込んでしまえば脱出は困難です。この複雑な経路にお前の罠が合わせれば五軍もたまったものではないだろう。ところで我々はどうやってここから脱出するのだ。この罠の弱点を見極めるため芝居殿に脱出を試みてもらおうと思っていました。いいだろう。我が知望をもってお前の自信作を暴いてやる。楽しみにしています。我らの未来のためにもぜひ華麗に解き明かしてください。それやっておきました。まったく精が出るね。机にかじりつくのも悪くないが、たまには外で派手にやりたくないか。義の誇る名参謀だった俺とあんたな、ちょいとお忍びで戦場に紛れ込んでも迷惑にならんだろう。まああんたが忙しいってんだったら俺一人で行ってくるさ。行きましょう。ん、俺も退屈してたんです。こりゃたまげだ。あんたにやられるとはな。長年のお返しです。前日が成功して嬉しいです。